始まりました。ひっそりと。こんばんは。こんばんは。でね、今回ね、うん、そんな水島、これ何町になるのかな？時和町。そうなん？ほら、あそこ。時和。あ、これ時和って読むの？多分時和じゃない？そう。もともと、まあ、水島といえば工場の町。うん、そう。で、かってはやっぱその工場、まあ、働いてる人たちがここで遊びに来た、うん、そうとか野心、体を、でもいろいろと規制がかかり、そういう遊び場もどんどん減ってきたと。そうね、いる町になって。何これ。今回、そうですね、水島の町を、飲み屋街を歩いてみようかという企画で。ほう、真っ暗じゃねえか。本当ですよ、いろいろとね、うん、頑張ってるお店もあるんですけど、うん、どう見てもシャッターが多くて看板もところどころってなかったりとかしてんで、ところどころでカラオケ屋さんなのかな、なんかそういうカラオケができる、うん、スナックがある、うん、でもなんかちょっと聞こえるよね。うん、確かに一軒目のね、そしてこれは中華、あ、韓国料理主に、うん、え、これってあれだな、商店街で流れてるんだ。 BGM だ。じゃあ生きとるじゃん、この街。でもこの通りからちょっとずれたらもうこの真っ暗な、そう、外光のとこと確か、ちょっとね、どういう、まあどうなんですかね、これ。まあこういうお店あったり、うん、なんか変な見かけ、お、ボトルキープとか、ヘブン、ヘブン、天国、なんなのこれ、最初の1時間ホステスさん募集してるわ。行ってみます。行きましょうか。ホールかな。やってんのこれ。やってないよね。カーリーカーリー、なん、どんなお店なんだろうね。でも少なくともスナック、お酒を提供する。でも、うん、ほんとあれね、スナックが多いね。うん、うん、なんか前行こう。コンパスコンパスありますね。スナックが多いですね。テレフォンクラブ、うん、すごいな、これ道玄坂あったわけですね。結構ほやほやな感じのお店が今やってないと。水曜日が定休日かっていうの、なんでだろう。で、トライアンとか見てるのか。そう、出ました。はい、出た。まあ、今日はこんな感じになってしまいましたけど、もう分かってたことですけどね、これも。そう、ええ、こんな時もあっていいじゃないの。はい、ね、そう、はい、みんな早く帰って寝ると、はい、仕事終わったらね、一直線に。そういう岡山、水島、岡山、うん、寂しいね。寂しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、またなんかあれをやりたい、なんだっけ、グッドボタンとかやつあるじゃん。グッドボタン、グッドボタン、あ、グッドボタン、はい、これをいいと思ったら、いいと思ったら、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタンお願いしますみたいな。そうしよっか。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン